はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパ太郎です。今回は完全ソロの複製が戻ってきました。というわけで、新しい手順になりますね。まずはね、クリエイターからね、自分で自由照準とかにしていた方がいいです。これからね、照準の違うフレンドさんや、コミュニティの人を使っていきます。で、自分で自由照準にしたら、例えばフレンドさんでね、いつもね、オートエイムと呼ばれるアシストのセッションにいるようなね、フレンドさんとか、まあコミュニティの人、そういった人にね、まずね、クリエイターの状態で参加してみます。自分が自由照準の設定でこのまま参加します。そうするとね、警告画面が出て、丸、注意画面をバツ。これ注意画面が出るということは、照準が違うということなので、この人を利用していきます。では今回は、グリッチ複製なんですけど、公開セッションとか、人がいるようなセッションで開始します。そして、これね、照準が自由照準であるので、人が少ない場合があります。例えばね、2人しかいない場合、こういった場合ね、1人の人がセッションを退出しちゃうと、継続できなくなっちゃうので、まあ、ある程度3、4人くらいは最低でもいるようなね、セッションを選んでください。まあ、多すぎてもね、逆にやりづらいかなって感じはするんですけど、まあ、とりあえずね、何人かいるところに移動して、地下基地からスタートします。では、この機動作戦センター、区画3、個人車両保管庫の中に、複製したいね、車両。エレジーレトロカスタムや、イッシーレトロカスタム、そういった売却にね、適した車両、これを入れておきます。で、この機動作戦センターから乗り出します。乗り出したら、地下基地の大体真ん中あたり、このあたりですね、停車させます。そして、このままね、地下基地の外に出ていきます。まあここからねオプションでねワープしたい場所のねジョブを開いちゃってもいいんですけど、ちょっとね、表示オプションっていう部分も説明していきます。では外に出たらね、アクションメニューから表示オプションで、このジョブとかをねカスタムで表示にします。またこのように表示にしているのに出ない場合、そういった場合はまた表示オプションのねカスタムっていうところね、表示とかね切り替えたり何回かやってみてください。まあ本当に稀にこのようにね全くね出ない場合があります。そういった時どうするか、まあそういった時はね、地下基地の中からでもね開始できるんですけど、移動したいねジョブの、ここね普通にロックスターね作成とか認定とかのレースとかから移動したいねジョブを開くんですね。今回ね、一番安いオフィスの近くは、このジョブがいいです。バハマウエストとかですね。で、ホストしますかって言ったら、ホストしますを押してください。そしてね、ジョブのロビーに行ったぐらいで、PS ボタンをね、素早く2回押して、さっきの自分とね、違う照準のフレンドさんやコミュニティの人に参加。そしてね、警告画面丸、注意画面を×です。すると、このジョブトリガーの場所にワープできますね。ではね、この後オフィスの中に入っていきます。オフィスのね、まあ条件っていうのは特にねないかと思うんですけど、テレビはね、使うんですね。そしてそのセッション内に感染がオンになっている人がいないといけないんです。なので2人っきりとかだとやっぱりダメなので、数人ねいる方がいいと思います。ではソファーの前で右十字キーを押します。で座ります。次に右十字キーを押してテレビを見るを押します。で三角を押してください。つけます。この状態で左スティックを1回左に倒すと、このように視聴できるプレイヤーを見るようになります。このように目のマークみたいなのついてる状態ですね。で今度左スティックを右に倒すとアニメに戻ります。ではこのアニメの状態からオプション長押ししといて、左スティック倒した瞬間ぐらいにオプションを離します。オプション開けるかどうか試してみてください。ダメな場合左スティックで戻ります。アニメの状態からオプションを長押しをしておきます。で左スティックを左に倒した時ちょっと後ぐらいにオプションを離します。そうすると感染している状態でオプションが押せて、犯罪事業スターターパックが押せるか押せないかなんですね。ここで素早くやって犯罪事業スターパックが開ければいいんですけど、ダメな場合はまた左スティックを右に倒してアニメに戻ります。このようにね開けない時はやり直します。
アニメの状態からオプション長押ししといて、左スティック倒した瞬間オプションを離して素早く犯罪事業スターパックを開く。で、開いた状態でこっからの操作ですね、左スティックで動かしていくんですけど、例えば、上とか下の方向に思いっきりねバタンって倒すとあまり良くないと言われてます。まずホームを選んで、次にねゆっくりね左スティック、横の操作はいいんですけど、縦方向ね素早く動かすとね、参加しているプレイヤーが変わってしまったりします。でこれエグゼグでなんていうかって書いてありますね、メイズバンク、それを押してから今度右上の URL をします。で特にこっからですね、例えば縦方向を、ガンと倒すと、今ね一番上のこのプレイヤーを見ている状態になってるんですけど、違う人を選んじゃうんですね。違う人を選んじゃったら、元の人にね戻せばいいんですけど、名前覚えておいてください、今見ている人っていうのをね。でこの状態で自分のねオフィス、これカスタムしていきます。このようにずれちゃったらもうちょっとずらして、わざとね感染している人をねちゃんと元に戻してください。これやればいいっていう感じです。なのでまあ必ずしもねゆっくりっていうよりは、参加している人をちゃんとね、感染している人を見ておく。でこの状態を、ずらさずに、このままカスタムしていきます。組織名をね、変更していきます。まあ現在ちょうどね左上、2人しかいないんですね、これね、セッションね感染できるのが。なのでねこれぐらいだったら全然ねバンバン動かしちゃってもいいんですけど、まあ大勢いるすぎるとね、誰を感染したのか忘れちゃう場合があるので、気をつけてください。ちゃんとね最初に感染していた人と同じ人を選ぶようにして丸を押していくようにしていきます。では感染でね、この状態でこの組織名の色変えました。それでねカスタムこれ無償になってますので、これをね色変えていきます。ここでね一番、右かな、これを決定をしていきます。もう縦の操作だけ気をつければいいって感じです。左は基本ね大丈夫、左右は大丈夫かなって感じです。でずれちゃったらちゃんとね感染してた人を選ぶ。でこれ丸をした後次三角を押してください。そうするとねこのようにねなってます。じゃあこの状態、この状態からマップで移動したい場所、これ、複製の犠牲車両があるとこです。ナイトクラブだったり、カジノペントハウスだったりアリーナだったりしますね。でそこの近くのジョブトリガーを四角丸で開始します。もうこれマップからねジョブトリガーねできない人はちゃんとオプションからね普通にジョブ開いてください。でホストする選びます。ではねこのロビーに行ったぐらいでいいんですけど、PS ボタンを素早く2回押して、さっきの自分と照準の違う人、フレンドさんやコミュニティに参加、警告丸、注意、×、これでワープしていきます。でこれ今ね多分感染しているモードの変な状態になってますから、この状態ね、このまま歩いて複製の犠牲車両となるガレージの中に入っていきます。カジノペントハウスガレージを選んでください。間違って駐車場入んないようにしてくださいね。ではこのまま複製の犠牲車両、エレジー RH8 があるカジノペントハウスガレージとか、またはアリーナとか、ナイトクラブとか、まあ、複製する人のね複製の犠牲車両の場所によって違うんですけど、そういったところに入っていきます。ミニマップが消えている状態ですね。このミニマップがね、元に戻るまでに複製の犠牲車両を乗り出せば OK っていうことです。まあ、基本乗り出すまではね戻んないと思うんですけど、三角で乗り込んで R2 で外に乗り出します。で体だけ出れば OK。 今ミニマップ消えた状態です。まあ、このままね数秒するとミニマップが、このカジノペントハウスの場合はね今のところ復活してます。復活したらもうこれねプレビューとかで、ね、オフィスいる状態じゃないので、もうあとはね簡単です。絶対にね個人車両とか呼ばないでください。この状態で今度はワープしていきます。地下基地の近くのねジョブを四角丸で開始するか、普通にジョブを開いてください。これもうミニマップ完全に戻ってる状態なので、このままホスト押して、ロビー行くぐらいまでに普通にねこのミニマップが戻っちゃってる場合っていうのは、素早くね自分と違う照準のフレンドさんやコミュニティに参加、警告丸、注意×やっても、まあフリーズはあんまりしないと思います。これミニマップ消えた状態でロビーちゃんと待たないとフリーズしやすくなります。
もう完全にミニマップ普通に戻っちゃってるので、ジャンプもできる状態ですね。このまま地下基地入っていきます。あとは複製したい車両に、触れる、要するに乗り込んで5秒ぐらいねちゃんと待機します。そうすることで今さっき LH-RH8 乗り出して透明になりましたね。あの車両がこの車両にすり替わるっていう感じです。ナンバーはここからね変わります。三角で乗り込んでナンバーが RH8 と同じ番号変わりました。あの RH8 が、このね1シートに化けたというわけです。じゃあ今度ねセーブさせる方法、ここから5秒間はね待機しておきます。そして焦らずね機動作戦センター区画3個人車両保管庫の中に右十字キーで入れて車両を保管する。こうすることでさっきやった LG-RH8 が1シレトロに変わり、その車両がここの地下基地に来たということになります。だから元の車両はカジノペントハウスのところにありますね。まあもう本物とかねコピーしたもの別に気にさなくていいです。このままねコピーしたこの車両をもう一度ね地下基地の真ん中に乗り出します。そして動画の最初に戻り繰り返します。これミニマップがもしもねずっと消えた場合の人はここ地下基地でもしかしたら車動かないとかあるかもしれないので、まあ、そういった時は複製終わったら新しいセッションでやってみてください。まず、あ、現時点でねこれそんな全然難しくないです。本当にねテレビ視聴のね画面の操作だけね、ちゃんと、分かっていればできると思いますので、よかったらねやってみてください。